なんですけど、あのゼオビットの水槽のサンゴをうちはすごい綺麗じゃないですか、例えば、うん、でこうやって、ね、お店の中でもゼオビットのここやっぱり期待値に綺麗だから、この水槽のサンゴをください、でもあの綺麗なゼオビットのタンクのサンゴは自分家のベルリンに持っていくと死んじゃうとか、そういうことをなんかあのお店から聞いちゃったとかいうお客さんも多いんですよ。で僕は実際にあのゼオビットのサンゴを自分家のベルリンに移しても、あの色はもちろん多少変わるんですけども、抹茶色になって死んじゃったとか発火して死んじゃったっていうのはほとんどないんですよね。ああ、そういうのはないと思います。逆にね、普通のベルリンの水槽から買ってきたやつでも、その受け入れるところが、例えば、ね、不栄養な、そうですね、環境で入れちゃったら、うん、それがゼオから買うやつでも、ベルリンから買うやつで変わんない。そうですよね。このが、その水槽で緑石が普通に入ってて、今まで、普通に問題なく入ってたのが、ゼオビットの水槽から持ってきたやつだけが死んじゃうなんていうことは、ほとんど起きないと思います。ですよね。それをね、やっぱり僕 LSS がやっぱお店さんに伝えてないから、やったことないお店さんが空想で言っちゃうことが多いですよね。 やらないとわからないことはやっぱり、まあ、僕自身もやっぱり最初思いましたね。最初は衝撃的じゃないですか、あの、はい、水槽の写真とかがパスで、はい、でまあああいう状態の、ああいう状態のっていうかね、殺虫層がそもそも少なくて、はい、色が活性化してるようなサンプルはやっぱり生命力としてはね、ちょっと弱い面があるので、はい、それをイコールやっぱりゼオビットの水槽はちょっとしたことで調子崩れてる、緑色がバンバン死んでたりっていう恐れをちょっとありました。でも やってみてじゃないとそれ分かんないです。そうですね。あ、別にそんなにね、シビアじゃないです。そうですね。サンゴの成長もめちゃくちゃ早いじゃないですか、やっぱり。そうです ね、 ね、やっぱ環境が、そうですね、まずそうですね、うん、整わせますからね、ゼオビット最初の初期の段階で、うん、あとさっき の、 あの初期の段階とか言って思い出したんですけど、はい、この段階もちょっと分からないってよく聞かれる質問が、はい、最初に添加剤は分かるんだけど、その後ちょっとずつ買っていくのに、はい、どういう 重要度で順番で買っていったらいいか分からない、はい、質問が多いんです。ね、今ここで聞かれちゃうと僕も答えづらいんで、ちょっと宿題にさせてもらって、まあ、確かにね、さっき見たく、ね、サラリーマンの方とか、ゼオビットの添加剤もね、安くはないから、ね、あの、毎月1個ずつ違うの買ってっていう方も多いですよね。なるべくその重要なやつからやっぱ買いたいじゃないですか。はいはいはい。水槽に影響があるものから導入していきたいんで、はい、そういうのはじゃあ、次2個ぐらい買えるんですけど。どれにしますかと、どれがいいですか、はいはい、っていうのも多いんです。あ、なんでその辺がね、それはじゃあちょっと僕だとあれなんで、あのね、ゼオビットのオーナーのポールに、トーマスポールさんに聞いて、あ、ね、あのウェブで公開したりとか、まあ、何にせ今まで情報ね、レッセス全然出してないですもんね。ひどいぐらいにね。まあガイドラインを提供する、それぐらいですね。まあ、なんか変えちゃってるお客さんが逆に綺麗に変えてるんですけど、あまりね、ブログとかに書いてる人が少ないですよね。ゼオビットやってる人ってなんか少ないかもしれない。自分の本当の趣味でなんかね、やっぱりそれ自分のペースで結構アップしてるんで、そうですよね、感覚も長かったんで、逆にだから今度ナチュラルさんのお客さんとかちょっと協力してもらって、写真ね、ナチュラルさんのブログでもいいし、何でも。それがまた僕思うのか、すんなり行き過ぎちゃうところもあると思うんですよ。あ、まあ、水槽やってるとブログの記事って何も普通に出来事が起こんなかったらネタないんですよ。ああ、なるほどなるほど。この間買ったやつは死にもしないし、死にもしないし、綺麗に色が上がったらそのままじゃないですか。はい、だからなんかね、それはなんか買ったやつが死んだとかっていうやつほど聞きたい。なるほど。なんか変化があった時に聞きたいじゃない。まあそうですね。まあ、そういう意味ではベルリンのね、人がね、サンゴ死んじゃいましたとか、ね、なんか多いですよね、確かにね。ゼオの人はそういうのはあんま少ないかもしれないですね。普通に何個も買って、今までずっと何個も買ってきた中で、はい、水槽いっぱいになるまでに1個か2個ぐらいしか死ななかったとかっていう人が多いんですよ。多分それベルリンでやったらね、特にミドレシカンが初めての方だったら、多分もっと落としちゃう、ね、そうですね。あ、そういうのもあるかもしれないですね。
もうなんかね、ちょっとこれからお客さんを増やしたいなっていうのがね、あるし、すごいね、ちょっと最初のとっつきづらい部分はあるけど、実際本当にベルリンシステムに僕は簡単にサンゴの育成ってことに関してできるから、多くの人にやってもらいたいんですよね。そのためにもちょっとメーカーさんがね、もっと情報を出して、そうですねそうですね、頑張りますよ、それは。添加物の順番とかいいかも。そうですね、それやりますよ。ダメだったら今ピーって入れてもらっていいですけどリーフケアとかはそこら辺はうまい。なんすかリーフケアってリーフケアってなんすか。とかいうなんとかあるんですよ、リーフケアが。リーフケア、あれがこうステップ分かれてるんで。あああれですねあれですね、はい、あの僕も自分家で試してますってあれですね、 RCP ですね、RCP、はい、言っちゃいましたけど、あの辺はそうじゃないですか。そうですね、そのここで手入れをして、はい、ここでなんかしてるんですけど、そうですね、あそこであるラインナップみたいなのはゼロビットにもまあ全部ありますから、はい、こっちにあってこっちにないものとかありますけど、はい、ゼロビットの方が割と、ね、全部揃ってるんです。そうですね、それをこうちょっと、まあ、あとあまりゼロビットの場合はなんか検査してっていうのが少ないですよね。あ、確かに。もう常に小サインとインサインっていうのはほぼ誰でもゼロに近い状況になってるから、まあ、小サインとかほとんどの人が多分そのうち全体に測らない、測らなくなってますよね。何回測っても出ないからほぼやらないっていうのが多いですもんね。まあ、いいことじゃないけど、でも本当に不要ですもんね、確かにね。あとは何かトラブルがあった時に測るからいいんだと、そうですね、僕は思う。そういう意味ではね、んより手間はかかんないかもしれないですね。あのね、毎回測れって言われるとやっぱそれは辛いです、ね。そうだね。ああ、そうですね、確かにね。あとは何かありますかね。ゼオビットパンチ。ゼオビットパンチ。ああ、質問が多いこと。じゃあ、リンダロウさんなんかほら、今さっき言った照明。はい。あの、こんな風に加工してるじゃないですか。はい。で、メーカーとしては、やっぱり、ゼオビット社が出してるトーマス・ポールさんが考えたゼオビットガイドっていうのが、それを進めていかないといけないのが本当は代理店の役目なんですけど、僕は別にそれに縛られる必要ないと思ってるんですよ。だってあれのガイドライン通り行ったら、ニードルホイールとかピンホイールの隙間ダメじゃないですか。ピンホークトパス、ね、とかエイちゃんですとか、まあね、バレットなんかもそうだし、みんなダメじゃないですか。ダメです。ね、だからね、ちょっと今の時代、日本のシステムと合わないし、だから僕はね、自分なりの改良というか、ね、ベルリンには本当に当て込んじゃうのが僕は本当に良くて、そのベルリンでも今、ね、バレットだったり、エイちゃんですだったり、いろんなピンホイールの隙間とか、ベケットヘッドとか、そういうものでの、どんなものでもいいと思うんですよね。まあ、そうですね、まあ、実際はあの多分そのベンチングのやつがいいって言ってるのは、まあ、自分のところの売れたやつもあるでしょうけどまあ、ね、あんまり強力すぎるとっていうのも考えてたと思うんですけど、はい、でも強力な方がいいですね。そうですね、結局そのね、リンを除去したバクテリア、そうですね、取り込んだバクテリアを取らなくちゃいけないですよね。取らないといけないんで、そうですね。あとほら、今ここの水槽もね、あの画面で皆さん見て分かると思うんですけど、日本のお客さんって詰め込みたいじゃないですか。ああ、そうですね。で、ね、あのゼオビット社の水槽とか見てもらっても、広いでっかい水槽にね、ババッと入っててる感じだから、やっぱ密度も違うから、やっぱり生き物が出すね、あのいろんな、あ、密度の違いとかある、そういう意味でもプロテインスもやっぱり強化してここはいいと思うんですよね。で一番僕ね、さっきちょっと話戻すんですけど、ガイドラインに載ってないところで言ったら、まあ、あの KZ は T5 ですよね、はい、今リンタロウさんがベタハラと LED、はい、もうこれ僕も時代の流れでトーマスさんにもぜひね、 LED どういうのがいいのかとか今後どんどんやってほしいし、もし KZ がね、ゼオビット社がこういうのがいいよっていうんだったら、その LED を出してほしい。将来でも、将来的に多分あると思うんですよ。今はね、逆に僕らがね、あの T5 ってなかなか日本に馴染みがないので、うん、だからこういうあの、ね、あのガイドラインにない部分ではあるんだけど、こういう風にするのも僕日本流のゼオビットっていうのがあっていいと思うし、そこはさっきの話の楕円から上の話 上ですよね。そうですね、そこから上どっちの方向に行きたいのかとかで、まあ選ぶ楽しみですね。そうですよね、実際にほら
この今あのオーシャンさんのマザラがあの今ここで釣ってるけど、この前とかってメタハラでしたもんね。全部メタハラです。そうですね。その時めちゃくちゃ色ね、色がすごい濃くなる、濃かったですよね。ね、ベルリン システムのね一番いい時みたいなめちゃくちゃ濃い色になってましたね。濃くしたりしたらメタハラの方がいいのかな。うん。なんか薄いやっぱりゼオビットっぽいのが、そうですよね。好みの人は LED とか。昔僕も見た時、あの色の濃さ久々に、おーなんかすごい来てるベルリンシステムの色じゃんみたいなのありましたよね。それはやっぱりその基本のその低用年で他のさまざまなパラメータが条件に満たされてる上に強い光が当たるっていう、だからその色上げするのに大切な根本的なところをゼオビットシステムでクリアできるっていう、なるほど、証明だったのかなって今思ってますけど、最初の段階の今オンデパスで何でもあるっていうのが、まあ、当初の最初に思ったことなんですけど、今はもうそうですね。まあ、どっちでもね、本当にいいですよね。パステルにしたい人のやり方も、ね、使うものもあるし、濃くね、サンゴしたい人もやり方もあるし、やっぱ人それぞれなんですよね。ゼオビット始める人でも意外とみんなそういうパステルのサンゴの水槽がいいのかなっていうイメージを僕の中であったんですけど、意外とそんなことなくて、あの濃い方が好みなんですよ、ね、いう人もいます、うん、で、ゼオビット選ぶっていうのが、まあ、生箱の人だと。あー、なるほどなるほど、こういうのもね、やっぱお店さんによってそこが分かれるところでいいですよね。ああ、そうです。いろんなね、お店さんごとのゼオビットっていうのがあってね。でも確かにあのガイドラインに書いてる T パイプだとか、もういい。あとメタハ使うんだったら、14000Kぐらいがいい。はい。本当に14000Kぐらいの光ってすごいいい。そうですね。そう。人間の見た目ではちょっと黄色いんですけど、はい。でもあのぐらいが一番サンゴといい。早くね、普及しなかったですね、なかなかね。これからです ね、でもね、いいですよね、本当にね。僕なんかは割とね、多分言ってる方だと、はい、自分、ここでは使ってないですけど、お客さんには勧めて使ってもらって、結果出てますよね、T5 はね。出てますよね。でも何、やっぱどれを選ぶかじゃないですか。ですね、やっぱり、これはポールさんにも質問したんですけど、やっぱりあのニュージェネレーションとか1万ケルビンちょっとのものから、あの、あとブルーとの組み合わせですよね。で、フィジーパープルとかは、まあ、全体的に1本とか、ね、かなり多頭している水槽で2本ぐらいを最大に、あまり使いすぎないのが、ね、6本のうちの1本使うのが、そうですね、そうですね、これあれですね、なかなか一発じゃ終わらないですね。多分これ LSSTV も2回ぐらいに分かれてると思うんですけど、まだまだあれですけど、そうですね。でも次はちょっとまた今度細かいシステムの話とか、ね、次いつこれか分かんないですけど、はい、ちょっともっと先でもね、もう1本ぐらいね作っていただいたりしてね。でも、はい、でも本当にね、今日言いたいのはね、あの僕なんですかね、ベルリンシステムよりあのね、簡単にサンゴを買える、ちょっとお金はプラス最初かかっちゃうけど、何回も今日言ってます ね、 ね、そこなんですよね。でも本当に実際そうじゃないですか。まあ実際ね、水替えとかだってしてます。あ、水替えもあれなんですよね。水替えもあれじゃないですか、1週間 10% とか、うん、もっと少ないですよ。あ、 5% あれの仕様だったら 5% はい、はい、でも一週、その量じゃなくて1週間に1回が頻度がめんどくさいって人もいる、はいはい、なんであのお客さんにそういうのを話したのがあって、うん、僕ちょっと1週間に1回できないんですけどっていう人がいて、はい、2週間に1回でいいんじゃないですか、はい、その代わりでガイドに書いてある倍の量ですから、はいはい、それで勝ってもらって全然何もない。そうですね、もう人工海水代も全然ね、塩はちょっとあれですけども、KZ のもの出してないですけど、全然やっぱり水替えの頻度も少ないし、ね、その分コストが、お金がね、そこはかかんないですね。ね、RO を水ためる時間とか、ね、そうですね。ここなんかも全然だったらどうですか？消えちゃいましたけどね、今ね。バケツ、プロケースで水替えできちゃうだけですか？ああ、そうですね。プロケースで何回もここ水捨てたら、ちょっと新しいの見ると怖いですね。ああ、なるほど。そうですね、それは。ベルリンだとね、
ですから、なんか半分とか書いてくれて、うん、進め、そういうやり方を進めちゃいますけど、うん、なんかでも、僕あと今日第1回目で今後他のお店さんともこういうことやろうと思ってるんですけど、あのお願いしたいことがあって、失敗したい人もいるわけじゃないですか。でどうして失敗しちゃったのかとか、こういうとんなので失敗した人いますよとか、そういうのも僕公開していきたいなと思って。ああ、それはいいことですね。何しちゃったら失敗しちゃいましたとか、それを、ね、しちゃいけないっていうの方が大事なんですよ、やっぱり。そうですね、していいことは誰でも言うし、これ入れた方がいい、あれ入れた方がいい、でも絶対にやっちゃいけないことを守る方がよく結構大事です ね、 ですね。なんかそういうのもやっていくのがちょっとこれからの期待します。 LSS? じゃないですけど、わかんないですけど、いやでも本当自分もサンゴ本当大好きだから、ね、お客さんに失敗してほしくないし、高いもんじゃないですか。高いですよ ね、 ね、だから1万円から、ね、その前後しますから、ね、なんでちょっとよろしく本当にお願いして、またお店さん何週かして戻ってきてそう、7週も戻ってきたらもう言うことなくなってるかも。いやいや、同じことをまたみんなでやろうと思ってるぜひ今日は申し訳ないし、忙しいところ、はい、ありがとうございました。そんな感じですけど、よろしくお願いします。ありがとうございました。また続きがあります。